ベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。待った？あたしよ、あたし。わからないの？可憐で優しいあんたの幼馴染。ここでの名前はクレハよ。よろしくね。あんたは相変わらずね。雰囲気ですぐにわかったわ。どんな雰囲気かって？人付き合いがめんどくさいとか言っている割には、お人よしな感じかな。突然呼び出したのに、初めての VRMMO に来てくれるレベルの。だから、ありがとね。さあ、行くわよ。大会が始まるわ。そういえば、GGO どころか VRMMO は初めてなんでしょ？私がいろいろと教えてあげるね。数年前に完全な仮想現実が実現したのは知ってるわよね。一人の若き天才、茅場明彦が生み出した夢の新世代ゲームハード、ナーブギア。そして VRMMO、仮想大規模オンラインゲーム、ソードアートオンライン。多くのゲーマーは SAO をやりたがっていたけど、あんたは MMORPG には興味なかったんだよね。でも、それは正解だったと思う。正式サービス開始日に、茅場明彦はプレイヤー約1万人を SAO に閉じ込めて、HP がゼロになれば、プレイヤーの命が奪われる、デスゲームを始めたのだから。プレイヤーたちは協力して、全100層からなるアインクラッドを攻略し、現実世界に帰還したけど、犠牲者の数も数千人と聞いているわ。SAO 事件の影響は大きかったけど、VR ゲームの火が消えることはなかった。安全性を確保されたナーブギアの後継機、アミュスフィアのおかげね。妖精たちが空を舞う ALO、アルブヘイムオンライン。SAO サーバーを元に立ち上がった新たなゲーム、ソードアートオリジン、通称オリジン。そして、何者かによって VRMMO 開発支援パッケージ、ザ・シードが無償配布されたのをきっかけに、さらにたくさんの VR ゲームが生まれているわ。ここ、ガンゲイルオンライン、GGO もその一つよ。簡単に言えば銃の世界ね。かなり強いプレイヤーが集まっているわ。ゲームコイン現実還元システムを採用しているから、プロとして稼いでいる人たちがいるの。難易度は結構高い方よ。まあ、あまり堅苦しく考えなくていいから。今 GGO は大型アップデートが実施されて大盛り上がりなの。あんたに付き合ってほしいのは、そのイベント大会。すっごいレアアイテムがフィールドに隠されているんだって。そういうこと。もちろんお礼はちゃんとするわよ。プライスレスな方向で。それに、初心者でもあんたならいい線行くんじゃない？あんたのゲームセンスは信用できるわ。頑張って私のためにお宝ゲットしてね。期待しているわ。いつきさんだ。あの人も大会に参加するのかな。そんな不思議そうな顔しないでよ。あそこにいる人。もうどこに注目してんのよ。まあ確かにかっこいいし、ファンの子も結構いるみたいだけど。あの人は GGO トッププレイヤーの一人、いつきさん。彼が率いるスコードロン、アルファルドは強くて有名よ。スコードロンって、いわゆるギルドみたいなものね。いや、君たちも大会に参加するの？はい。クレハ君だよね。噂は聞いているよ。え？あ
ちこちのスコードローンを渡り歩いているんだろう。クレバーな戦況分析が頼りになるって評判いいよね。ありがとうございます。そこの君は初期装備みたいだけど、もしかしてニュービー？私の幼馴染なんです。ゲームはめちゃくちゃうまいけど、GGO にログインしたのは今日が初めてだから。初日から大会に参加するなんて冒険好きだね。そういうの嫌いじゃないな。はじめまして、僕は樹。銃の戦いはレベルやステータスだけが強さではない。面白い戦いを期待しているよ。ではお先に。樹さんはすごいけど、私だってもう少しでトップ入りの腕前なんだから、そう簡単に負けないわ。準備はいい？ OK ならそこの転送ゲートに入って、大会の会場となるダンジョンに転送されるわ。